オープンウォーターを取ってから、そのままアドバンスドまで、5種類の経験をさせていただいて、今回、沈船ボートダイブナイトダイブとても貴重な経験をさせてもらいました。やっぱり環境も大きく変わってくるので、正直不安な部分とか、そういった部分も正直かなり多いは多いんですけど、まあ、それをフォローしていただいて、非常に楽しく経験を終えることができました。また結構こういう風にやってみたいとか、次こういう風にしたいっていうのもどんどん出てきているので、またどっぷりとハマっていけそうな感じがします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。